芸人即答クイズ。どうも、めしょうのはるきと、のせと、もっちです。霜降りチューブでね、はい、霜降りの2人がやられていた芸人即答クイズっていう動画を見たんですけど、はい、シンプルにクソ楽しそうだった。いや、面白いね、あれは。確か見てるだけでもおもろいから。そう、うちのもちくんね、はい、芸人好きなんですよね。まあ、好きですね。やばい量知ってるからね。やばい量知ってる。正直。だから今回は、芸人即答クイズ楽しんでいくんだけど、はい、と同時に、芸人即答クイズもっち最強説を唱えたいっていう。まあでもまあ、その名称内でっていうことにしたいね。そうそうそう。まあ一般人の中でも結構強い方だと思うけどね。強いね。まあ、今回10問用意したんで、はい、僕らも頑張りましょう。まあ、案内なりに。そうですね。だからまあ、分布的には、8問1、2問0問ぐらいが、まあまあそうだね。実力を証明できるかなってね。僕は本気で倒しに行きます。はい。はい。というわけで今回は芸人即答クイズをやっていきたいと思います。やっていきましょう。おい、はい、あ、待ってください。あの、多分みんな芸人即答クイズ分かってないわ。ああ、そういえば確かに。例えば、あーから始まって、んで終わる芸人はアインシュタインみたいな感じです、はいはい、その条件に当てはまる芸人のコンビ名またはその名前を早押しして言うっていうゲーム。はい、以上。これ回答数はなんか制限あります？本家は確か1回答のみだった気がする、まあ、じゃあそうしましょう。で、全員分かんなかったら2周目入ってもいいみたいな。了解です。じゃあ行きます。はい、第1問。チから始まるコンビ名は？ええ、もちチョコレートプラネット。正解。おー、はい、なんか楽勝すぎて今びっくり言えなかった。びっくりしちゃった今俺も。簡単だったかな。余裕でしょ、チから始まるやつなんか100組ぐらいいるわ。言えるそんなパポ。注文常駐。結構知ってん。力持ち。いねえんだ。第2問。はい。漢字2文字のコンビ名は？はい。和牛。おー、おー、早い。来た。それは早い。それは早いわ。早いな。やばいな。気持ちいい。いやー、今の負けた。気持ちいい。お前に負けるのめっちゃ悔しい。いやー、無知のやつに負けた。第3問。はい。すべてひらがな表記のコンビ名は？やばい。コンビ名のみ。はい。はい。あんまみんな知らないやつでもいいですか？はい。七曲がり。おー。知らないなー。待って、調べたいんだけど、その適当に言ってる可能性が微量ある。キングオブコント出てます。七曲がり？七曲がり。七曲がり、シップスラークか。マジだ。あ、うん、見たことあるし、はい、あ、待って、あ、あ、この人あれだ。令和当てる人だ。その人。うわー、七曲がり。知ってるわ。次曜日のダウンタウンで、あの、令和当てるまで帰れないみたいなやつやってた人だ。そ う, そ う, そ う, うわー、七曲がり。ありがとう。第4問。はい。5人以上いるお笑いグループ。あー、なんだっけ。3、それ。2、1。超新塾。おー。危ねー。合ってるよね。合ってる合ってる。うわー、今、ほねー。すごい。うわー、今のいけたな。第5問。はい。はい、名前に方角が入っている芸人は？あー、違ったー。 YouTuber が出ちゃう。お手つきです。はいはいはい。東野幸治さん。おー、おー、すごい。南は？南、南原さん。うっちゃんだ。おー。第6問。はい、はい、しから始まりるで終わるコンビ名は？うわ、し、し、やばい、しか。はい。それしじゃないとダメ？し。あ、死なの？字とかもダメ。ダメ。死から始まってるで終わる？わ、ここ知識発揮されんな、ガチで。絶対知識だろ。お、お、どうぞ。誰？ジャルジャル。惜しいな。あ、いや、まあまあ、俺も出た。死から始まってる？あー、これ解散したコンビはダメですか？いや、オッケーです。え、マジ？いいですか？はい。いいですか？シンボル。おー。いるの？ちょっと、審議。これめっちゃ有名です。解散したけど、見たら、あの人かってなります。なんだこいつ。この女の二人組？そう、ぼる塾の。おー！元？います、ね、元、元。そうなんだ。マジか。うわ、すげえ。ありがとうございます。やば、お前。レイはちなみに何を想定して出したの？何を想定して出したか忘れたから今焦ってました。第7問。はい。名前に動物の名前がつく芸人は？あー、遅い遅い遅い。キリン。あー。
西ライオンだった。あー、いや、キリンでしょ、やっぱキリンだった。うわ、普通にすごいよ、ミスった。俺は猫ひろし。あー、あー、出なかった。犬巻たかしとかね。誰ちゃんと誰。第8問、はい、最初の文字だけがアルファベットの芸人は。最初の文字だけ。おい、A マッソ。あー、よいしょー。それはいい、それは完全に負けた。すごっ、わからん。それは負けた。何が言ったの。じゃあ俺は、R 藤本。あー、ベジータのものまねする人だ。あー、それだけ。あー、それだ。ハルキも普通にすごいそこ、ね、結構詳しい方だと思う、ハルキ。 A マッソ出てこないか。 A マッソ出てこない。 A マッソ初めて聞いてる。そう、第9問、はい、おー、ハから始まり、グで終わる10文字以上の芸能人。芸能人、芸能人、コンビ。ああ、コンビ、ね、でも OK。 え、10文字以上、これだし、ムズだこれ。こういうの、こういうの、は、いや俺知らないな、多分。わかる。いや、絶対わかんない。絶対わかんない。じゃ言っとけよ、もう。ハンバーグ。うるさ。そのワードのものってさ、もうさ、声量と顔でカバーしようとしないで。できないから。ちなみに文字数が合計11文字。やば、うわ、やばすぎ、ね、マジわかんない、それ言われても。あー、B、 音なんでしたー。えへへ、アレッソンが2個聞こえた。気持ちいい。バッ、いきます。ハイキングウォーキング、正解。うわー、入ってる。ハイキングウォーキングだ。気持ちいい。マジで気持ちいい。うわー、いや今のやばい、今のマジで気持ちいい、マジで気持ちいいわ。で現在が5点、3点、1点。いや、もう逆転はないわ。うわー、まあ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 。最初問題、はい、はい、一番長い芸人の名前をかけた人がポイント。おお、いやー、その中で、まあ、そうで、ポイントが文字数の分だけ点入ります。マジか、やばい、行くしかない。今から1分、即答だからね。はい、用意、スタート。もう、わかんないよ。ペンが出ない、やばい、ペンが出ない、ペンが出ないよ。いくよ、10、やばいやばい、9、もうダメだ、8、まあ、諦めたわ、7、6、5、4、3、2、いや、1、0。そう、勝てないんだよこれじゃあ。じゃあ乗せから。厚切りジェイソン。ああ、何文字何文字。9文字です。ああ、厚切りジェイソンやばいな。確かに、ジェがね、ジェがジェがでかいね。確かに、長いっつったらやっぱ外国人かなと思った。確かにな。うわ、じゃあハルキいきます。サンシャイン池崎。おー、やばー。10文字です。おお、え、サンシャインっていうコンビ名なの。いや違う、いや普通にコピン、サンシャイン池崎っていう。あ、ピンなんだ、わ、うんうん、ー、多い、うわ、多いぞ、多いな。でも10じゃ勝てないんだよ多分。じゃあ最後もっちいきます。タイムマシーン3号。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。あー、いやー